アルコイは、スペイン・バレンシア州アラカント県、アリカンテ県のムニシピ、マリオラ山地などに囲まれた谷に位置する。セルピス川の支流リケル、ベニサイド、モリナルの山河川が域内を横断している。このため、三つの川の都市、または橋の都市と呼ばれる。アルコイの谷に人が定住したのは、約6万年前の旧石器時代中期である。青銅器時代以降、 多様な外国文明の影響を受けるようになった。イベリア人たちは、交易を通じて、フェニキア人、キリシャ人と接点を持っていた。ローマ時代、この定住地は、ディアニクムヤルケントムといった沿岸の主要都市から、離れた郊外にあって、ルタラと呼ばれた。キリスト教徒の町として再生したのは1256年で、ある、三つの河川が交わる、軍事上の要所に、 城が築かれた。アラゴン王ハイメイッセイによるレコンィスタ後、バレンシア王国の南部国境地帯となったアルコイに、キリスト教徒の再植民を奨励した。ハイメイッセイは平和裏に条約を結んで、バレンシアに暮らすアラブ人共同体を取り込もうとしたが、この条約に反対するイスラム教徒が幾度も反乱を起こした。彼らを封じ込めるため、ハイメイッセイは、 南部国境地帯に城を次々と建てた。1291年、ハイメセ世がアルコイを海軍帝督、ルジェダリリアイ授けた。1430年までアルコイの背後にアラゴン王たちの存在はなかった。1430年、ルナ博及びアルコイ領主のフェデリコでアラゴンが反乱を起こすと、アルコイは王領へ併合された。1447年、 アルフォンソ5世がバレンシアのコルツにてアルコイの特権を追認した。スペイン継承戦争でハプスブルク家を支持したアルコイは幾度となく攻撃を受け戦後はスペインブルボン家から礼遇され特権を奪われた。フェリペ5世は王立アルコイ織物工場を免税とし特権を付与した。スペイン内戦時期アルコイはアナルコサンディカリスム派の地盤となった。 アルコイを含むバレンシア州の公用語はバレンシア語とスペイン語である。19世紀から20世紀にかけてカスティーリャ地方からの移民が移り住み大きなコミュニティを形成したため現在はスペイン語が優勢となっている。かつては織物産業が盛んだった。その他に食品製造が行われている。アンチョビを詰めたオリーブの料理はアルコイが発祥である。製紙業。 金属加工も行われる。アルコイで発見された、グレコイベリコ文字のアルファベット。ありがとうございます。